さ、1と8が前に出てますね。3もついてってるわ、悪くないよ、悪くないよ。3、あ、いいね、いいね。3出ちゃってもいいよ。あ、いい、いい、いい。いいね、いいね。いい展開。あ、でも4がついてってるな。4、3、3、4になっちゃうとちょっと、まずいな。あ、3、4、8、これ来ちゃうかな。あー、どうだろう。あ、7、あー、そうだ、あ、結構ブロックされちゃってるな。あー、3、4、8で決まっちゃうの、これ。うわー。あー、731かー。あー、これもう374かー。あー、もうないかー。あー、934かー。奪ってきます。直線戻ってきまして、もう一度3番の藤井が踏み込む。残りは1周です。最終ホームから2番の大石、6番手から発進していきます。3番の藤井がもう一度追いつきました。8番の日野は交代気味。しかし2番の大石のまくり、大石がまくっていきますけど、9番春日が離れている。3、4コーナーで捉えていく。1番の金本も2番手の外までやってきた最後の直線です。2番の大石抜け出しました。2番手が1番金本、3番手7番の稲吉です。を起こしていきまして、最後の直線です。1番の菊池、新潟支部のワンツー対戦になりそうです。展開としては悪くないですね。8と1がついてってるんで、これそのまま8が抜けてくれると結構展開的にはいいのかなっていう。8軸で勝ってるんでね。さあどうだろうな。このまま、あ、このままこのままでいいよ。いいよいいよ。このままでいい。このままでいい。このままだ。このままでいいよ。さあ、そろそろ行こうか。あ、いいね、いいね、いいね。これ861じゃない？どうだ？9と7ね、頭で、はっちゃんなってるんで、その内容できてほしいですね。あ、でも9出てますね。まあ、悪くはないな。9号でそのまま。てくれるかな。でも後ろから来てるな。これちょっと怖いな。どうだろうな。うわ、来てる来てる来てるな。そのまま逃げて逃げてくれ。いや、あ、5行っちゃうな、これ。うわー、53か。さあ始まりました、今回はっちゃん341-365-32-145789-3-145789-7-34342 10万円かけてます。さあ3が、先行していきますね。7が先についていく形です。さあどうだ。3と7が絡んでほしい展開なので、このまま行っていただけるといいかなっていう展開ですね。さあどうだ。6も追い上げてきてますね。ラスト1周ですね。さあどうだ。3そのまま、そのまま3そのまま、そろそろ4、6ってほしいところですけれども、さあどうだ。3、あー、1が飛び出してきてるな。そうすると、あー、これ3、7、あー、7が来てますね。731か。731か。さあ、やりました、今回はっちゃんが396、1点ですね。23万円で買ってます。さあ、3と9ですね。前に、あー、7が前に出ましたね。さあ、どうだろうね。このままついていく形になりましたね。さあ、混戦してますね。どうだろうな。さあ、まだ貯めるか。そうだな。そう、ラスト1周ですね。さあどうだ。そろそろ仕掛けてほしいな。どうだろう。あ、3いきますね。いいね、いいね、いいね。踏んでる踏んでる踏んでる。いいね、いいね、いいね。このままこのままついていっちゃえ。3、あ、6が、6もちょっとついていってほしいな。うーわー、これ
493か。さあ始まりました。今回はっちゃんの買い目が314ですね。23万円使ってます。さあラストの収入になりました。5が先行してますね。炎上3がついてます。4が一番最高位に。さあ5がそのままずっと先行していきますね。そろそろラスト1周になったので3が前に出てほしいですね。あ、1も来てますね。あーでも4がちょっとついてこれてないですね。うわーこれは314厳しそうだな。奇跡はこれ312か。さあ始まりました。前橋の最終ですね。はっちゃんの買い目が1354と 1-2-45 ですね。金額24万使ってます。さあラスト2周になりました。2番が先行していて4番がついてくる形ですね。お、1番が前に出てきますね。いいよ。1と5がついてきてくれて、そこに2とか3が絡んでくるのがかなり熱いですね。さあどうだろうな。1がそのまま行ってますね。あ、もうラスト1周ですね。そろそろ来てほしいけどな。1と5はいいんだけどな。このまま行っちゃうとちょっと厳しいな。あーどうだろう。あの4も、あー来てるな。来てるっちゃ来てるけどちょっと間に合わないかな。厳しい。あー1、5、8か。